はい、お願いします。今日は、コンサドーレ札幌の神田選手が、通ってくれてますので、インタビューをしてみたいと思います。最初はどのような悩みで、あと改善点とかありましたか？やっぱり試合に出れない時期が続いていたので、まあ、そこで自分の課題と向き合って、やっぱり体の強さっていうのがやっぱり僕の課題だと思ったので、はい、堀尾さんのところに来ました。はい。で、コンディショニングや、トレーニングすることによって、はい、どんな変化が出てきましたか？やっぱり練習中とかでも、まあ、結構相手にぶつかられても耐えられるようになったり、うん、まあ、あと加圧トレーニングをやることによって、うん、まあ、疲れにくくなりました。そうですか。はい。ここに、これから来てくれる人たちに、はい、メッセージが何かあったらお願いします。やっぱりここに来てから、まあ、日々成長を感じていれるので感じているので、はい、堀尾さんのところに来たら誰でも変われると思うので、はい、まあ、これから僕も続けていきたいと思うので、はい、そういう一緒にやる仲間が増えればいいと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい。